皆さんこんばんは直言極言の時間です、えー、今日はですね、えー、北朝鮮が I C B M を含むまあ三発のまあミサイルを撃ったとまあ弾道がこれ成功したかどうかはいろいろ議論されているようでありますが今日はですねそれに対しての記事をご紹介したいと思います岸田総理連日続く発射は暴挙とこういう記事ですね岸田文雄首相は三日午前北朝鮮から弾道ミサイルが発射された件について 連日続く発射は暴挙であり決して許されるものではないと述べたというようなことですねそれから首相は関係省庁に被害の有無の確認や国民に対する適切な情報提供分析を指示を出したということも明らかに出したと皆さん、えー、もちろん北朝鮮がこの ICBM 含む、まあ、以前は 日本列島を超えましたがえこういったような弾道ミサイル、えー、そして、この後に続いて、えーまあ、いわゆるアメリカ米韓合同訓練これに対抗する形で核実験をまた行うかもわからないと言われています、えーまあ、今回のこの3発もずっとここ数日間連日のように行っている北朝鮮のミサイルでございます。えー、これは、えー 連日続く橋は暴挙であり決して許されるものではないといいとでしょう普通ね何かあったらあの「お前こんなことやったらお前許されるもんじゃない世間は許さないぞ」「どうするんだ」というようなことをやるわけですけども政治家一国の総理として私が言いたいのは許されるものではない暴挙だ。 言ったらどうすんだよとじゃあどうするんだということを国民に伝えて安心をさせなきゃいけない国民にんですかこれ情報提供と分析の指示を出したそんなことをやるのはお前たちだろうと情報提供もうこれはいいでもそれはメディアもいろんなとことをやりますけれども。 その後私たちは国民の代表として何をやる、情報提供することももちろん一つの役割だが、それだけではなくて、どんどんミサイルを打ち込む、核兵器で脅かしてくる、脅す周辺国を、こういった国にどういう対処をするんだという、これを述べるのが岸田総理、政治家の役割ではないのか。そして 我々はこの言葉毎回遺憾である厳重な抗議をするこれはもう許し難い暴挙許し難い暴挙許し難かったらどうするんだと許せなかったらあんたはどうするんだと総理はどうするんだこれを言わなければならないわけであります何も言わないこの男は暴挙だとしたらもう暴挙というぐらいですから こんな暴挙をそのまま受け取るのか、黙ってるのか、抗議をするだけでいいのか、自分たちの国の守りはどうするんだ、つまり戦争とかそういうものは暴挙として許し難い反人道行為、反平和行為、暴挙として行われる、これが岸田総理がいつも言うウクライナへの避難、ロシアへの避難、北朝鮮への 非難具体的にはウクライナにこれいい悪いは別として岸田総理は、えー、いろんな行動を起こしましたロシアに対しては外交官の追放だ何だとアメリカのバイデン政権の,、えー、の金魚の尻尾のように。 まあ金魚の糞とは言いませんけど金魚の尻尾のようについてもあって同じようなことやってロシアからさまざまな形のえまあ制裁というか反制裁を食らっているわけですそれは少なくともいい悪いはともかく私はああいう稚拙なやり方は反対ですけれどもまあそれなりに行動を起こした北朝鮮に対して中国に対して一体何をやってるんだ皆さん 覚えておいてもらいたいからもう一度言います。中国はこの間ペロシ下院議長。 が台湾を訪問したそれに抗議する形で台湾海峡の周りをぐるっと取り囲んで軍事演習をやった私はペロシ議長はこの間旦那さんが中国とベタベタの旦那さんが、まあ、あの暴力行為暴行を受けたというあの襲撃されたというニュースがありますがこのペロシ議長は中国と むしろ反中国を言いながら、親台湾を言いながら、通過で中国とやっていた可能性があると、あの時私は指摘しましたが、今回のペロシ、えー、議長の親中派の旦那さんの襲撃事件を見れば、やはり私の言ったことが、えーいや、正しかったのかなという気がいたしますが、そういう意味で、あの、 中国がこれに抗議する形で喜んで台湾海峡や台湾の周辺で軍事演習を行ったアメリカは軍艦を出動させましたがそれを容認しましたバイデン政権容認したんですいつでも中国はこういう形で台湾海峡の周りを軍事演習することができるようになりましたペロシさんのおかげでもありますペロシさんは意図していたが 意図してないか、はこれは断定できませんが、結果としてはそういうことができ、なることは分かっていたはずです。分かっていたにもかかわらず、台湾を訪問した。いいでしょう、それは。だったら、最後までも思ってやるよってことになるんだけども。そして。台湾海峡を取りか、台湾海峡や台湾の周辺を。取りか,かんだ中国海軍は。ミサイルを発射しました。我が国の。先島諸島周辺の E. Z.。 戦艦水域に5発のミサイルを撃ち込んだわけです日本政府は常に北朝鮮が一発のミサイルを撃つごとに NSC 国家安全保障会議を開催しているにもかかわらず中国が5発も北朝鮮の,あのミサイルは戦艦水域とか領海に入ったことはほとんどないんですけども5発も我々の国の、えー、まあ一種のですねあの 戦艦水域に打ち込まれてもなんと、えー、岸田政権は NSC= 国家安全保障会議を開かなかった中国におもねっているそしてつ,つい先日鹿児島沖で、えー、測量船が領海侵犯をしましたもうこれで8度目ぐらいになるそうです何もやりません許しいことじゃないですか観測船といったってこれ軍艦です いわゆる軍事的な海流や地底、海底、こういうものを調べる軍事的な情報収集艦です、これに何もしない、止めない、臨検しない、領海入ってですよ、NSC も開かない、こういうことは、今言った暴挙である、許し難い。 言葉でそう言ってるけどもはっきり汚い言葉を使いますけどお前が岸田さんお前が言葉の暴挙してるんじゃないか何もしない暴挙である許し難いだったらどうするってことを言わなきゃいけないのにこれをやらないやれないで中国だったらもっとやれない。 わななきゃいけないけ我が国の領海や戦艦水域、こういったものを通過させるような暴挙を行うならば断固としてわれわれは反撃しなければならないから核武装も考えざるを得ない、以後気をつけなさい、領海や e z に打ち込むことは絶対許さない、中国に対しても言わなきゃいけない。 そして、領海侵犯を繰り返すようだったら、われわれは核武装を考えなきゃいけない、もっと言えば、許し難い暴挙だ、遺憾の意だ、注目している、中止している、そういうことではなくて、尖閣諸島に今、領海に船が入り続けている、これを続けるならば、われわれは中国が核ミサイルで、我が国を脅している以上、核武装を考えざるを得ない。 このぐらいのことを言わなきゃいけない、国民の命を本当に守るなら、国民の命と財産、そして人生、子どもたちの未来、命を守るためなら、口先だけで許し難いなんて言うな、許してるじゃないかと、暴挙だと言いながら、暴挙を容認してるじゃないかと、それを許さない方策を出すのが、行政の長たる首相、政治家の役割ではないのか。 このことを我々は言わなきゃいけない。こんなことを許してはならない。岸田首相の政治的な暴挙、許しがたい暴挙、を許してはならない。だからこそ私たちは岸田内閣退陣をどこよりも早く打ち出しました。こんな内閣圧退陣させなければならない。そうとこういう言い方する人もいます。退陣するしてもね、次はね、河野太郎とかね、林芳正とか。 菅義偉とか親中美中の権下のような連中がゴロゴロして変わらない、もちろん変わらないですよ、自民党はだめなんです、しかし政権政党ですから、人が変わる、同じことをやります、まあ、菅さんの可能性が高いと思いますけれども、われわれは国民の力で、国民の力で政権を交代させる、この力を見せることが今、一番大事だということです。 暴走やこんな腰抜けの政策をそのままにさせない国民の意思を選挙でもちろんいろんな人を選ぶことは大事ですがそれ以上に1万人が国会を取り囲むぐらいの総合の力を持って政権を交代させていく世論を作り上げていくこういうことが今求められているんではないかと思うわけであります。以前 水曜日の新相場講談の中で私はこう言いました。中国が土地を買う。日本の土地を買い、企業を買い、技術を買い、人材を買う。沖縄の土地も、大阪もそういう形でやられている。上海電力はそういった日本の自然エネルギー利用、メガソーラー事業にそういう形で入り込んできて、土地や 企業を買いい取っている、上海電力がその典型です。それを先兵となってやるのが例えばニトリという企業でありあるいは大阪維新の会 IR やあるいはそういった今上海電力のメガソーラー事業次々に日本を売っている。 えこういうところを一挙に私たちのような宣伝力もない、まあ、何よりも金,金がない本当のことを正確なことを言ってもないそういう、えー、我々としては創網屈き諸侯を頼むに足らず大名も公家も頼むに足らないこの上は総網を急剖して立ち上がるしか策をこれなし。 これが、草加減水という人の言葉でございまして、繰り返し一つを言いますが、そういう形で私たちは具体的に止めていく、その一環として、尖閣諸島への漁業活動、政府が尖閣諸島の漁業、あるいは尖閣諸島の主権、領海、領土、これを守らなければ、国民の力で漁業活動を行うことによって、実効支配を示していく。こういうい 結果としてではありますが漁業活動をやることによって実効支配を証明していくついこの間の11月10月の末の、えー、こういった、えー、尖閣諸島の戦い、えー、3隻が行ってまいりましたが我々は11月もまた、えー、行くつもりであります9月に続いて11月も尖閣諸島に行こうと考えているわけであります。もう一つ 水曜日の中国の土地爆買いに対してやることは我々がみんなでトラストを組んで北海道を守るトラスト運動北海道、えー、情報機構というのが、えー、我々は環境保全機構、えー、立ち上げておりますが私たちはそれを使って皆さんに北海道の一坪印になってもらう大量に、えー、地,地上げをしている中国その中にポツン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 50坪 20坪の土地でも私たちがその土地を使用して勝手に北海道のその土地を使えなくしていくそして中国の土地の隣に買い取られた土地を買って監視所を設けていく虫食い状態にさせて地上げや中国の日本の土地買収を阻止していくこういうことも 我々は提案しております。ええー、まもなくもう一回きちっとさせて皆さんに提案を申し上げたいと思います。みんなでやりましょう。日本中のそういう土地を国民の手で守っていく政府はこんな低たらくで尾中心中腰抜け政権ならば腰抜けではない日本国民の心意気これを見せてやろうじゃありませんか。子供たちに勇気ある大人の姿誇りある日本の日本の大人の姿これを みんなに示していければと思うわけであります。えー、国民主を戦っております。えー、まずこれをまあできましたら、えー、応援をしていただければと思います。はい。郵貯からだと記号一一三二ゼロ番号一三九四六ゼロ七。国民主全国協議会、えー。他銀行の場合は郵貯、えー、の後一三八。普通銀行普通預金普通口座の一三九四六ゼロ七。 国盛り全国協議会、えー、というようなことで、皆さん、よろしくお願いします、そして、えー、急ぎですけども、あさって、大阪で、えー、頑張れ日本、国盛りは、外旋活動であります、岸田内閣退陣、そして日本,日本維新の会、球団と、この2つ、これを目標に、子どもたちの命を守れ、緊急国民行動であります。 えー、場所は、えー、11月5日大阪府大阪市難、えー、波駅前、えー、高島屋前ということですね14時から17時まで行いますもちろん私も、えー、出かけていくわけであります、はい、そして翌日は11月6日浜ヶ崎兵庫県兵庫県のここで行います11時から13時まで阪急塚口駅前 南道そして15時から、えー、浜崎市中央公園噴水南側ということですねこれも私も行くつもりですそして私はそのまま、えー、伊丹空港から北海道へ行きます、えー、11時7日翌日月曜日11月7日北海道札幌市での、えー、これ工事がですねここで始めるということなんですよ準備工事の準備ですねこれを始めるというんでそれを えー、措置を掲げて、えー、11.7開拓百年記念灯解体措置抗議行動、えー、10時からのぼろのっぽろっていうのかな百年記念灯駐車場、えー、そして13時からは北海道庁赤レンガ庁舎前ということですけどあの、えー、百年記念灯の方がちょっと伸びた場合は、えー、この。 北海道赤レンガ前のところは少し遅れる可能性ありますけどご了解いただければと思いますはい。ということで、えー、まあいろいろやってきますやっていかないといけないです、えー、皆さんご自身にできることまあこういうところでご支援のお金を送っていただくこともものすごくありがたいことです我々本当金がないんで大企業や組合や宗教団体やカルト団体や外国企業から一切 お金もらっておりませんので皆さんだけのお力でまあいろいろ頑張ってまいっておりますぜひご支援よろしくお願いします皆さん北海道のこの一坪というかですねみんなで土地を小さい土地をたくさん買って虫食い状態にしていく中国の勝手にはさせないということを我々はそれぞれの小さいお金を持ち寄ってそういう場所の虫食い状態に してていくことの作業をやっていきます、えー、ぜひもにこういうトラスト運動北海道を守るトラスト運動にご参加をいただければと思います、えー、小さいながらね土地を持ったぞっていうのも悪くないかわかんないですよはい、えー、ということで、えー、頑張りましょう今日は以上です